100年先までこんにちは、たくちゃんの続きです。はい、はい、本日はですね、はい、部屋21小川にお伺いしております。お邪魔してます、はい、あの訪問介護の事業所ということで、はい、うん、前回ですかね、うんうん、東京 の江戸川の方にお邪魔したんですけれども、はい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 、今回は加古川ということで、加古川、神戸ですね。はい、こちらもあの新しくこう事業所が移転したので、そのタイミングで働いてる方にインタビューしていきたいと思います。はい、では行ってみましょう。シャクちゃん、本日はよろしくお願いします。すみません、まず自己紹介をお願いします。はい、ケア21加古川の、管理者の坂東です。よろしくお願いします。お願いします。ではまず最初の質問なんですけれども、坂東さんがケア21に入社したきっかけっていうのを教えていただければと思うんですが。入社したきっかけは、合同説明会をなんかいろいろ回ってる時に、もう人事の方が感じが良くて、そのまま受けようかなと思ったんで、そのまま、はい、応募しました。もう福祉の会社でこう仕事探されてっていう感じですか？全然違う学校やったんですけど、うん、診断みたいなのしたら、うん、そういう方が福祉の方が向いてるみたいなのが出たので、うん、そっち方面で探してはまあまあ覗いてみてって感じでした。じゃ新卒入社で。あ、そうです。あ、そうなんですね。シャクちゃん、では次なんですけれども、一日のお仕事の内容といいますか、一日の流れみたいなのってどういう感じでお仕事をプランされてるんですか？曜日によるんですけど、ね、だいたいここに1回朝来させてもらってから車の鍵取って、でもう車でサービスを回る感じが多い。そのサービスがなければそのこの事務所で事務作業とかしてます。1日に何件ぐらい？そうですね、でも今4、5件は普通に行ってるかなと。あ、そうですね。お家によって時間が決まって。そうですね。あ、そうですね。なんか30分とか1時間とか、長くて3時間とか入らせてもらってますね。時間の違いでなんか内容とかも変わる？そうですね、内容は全然その人その人によって違うので。3時間とかってどういう3時間の方はもうその重度訪問になるので、その人のなんかこう生活を支えるというか、まあ、いろんな対応できるように、いろんなことできるようにプラントがなってたりはしますね。次なんですけれども、仕事のやりがい、大変なところもあると思うんですけれども、大変なところとか逆にこういうところがすごいやりがいになっているということがあればお伺いしたいんですけれども。利用者さんと1対1になるので、すぐその人の反応っていうか見れるとか、身体介護とかだと目に見えて結果も出るので、うまくいったらうまくいったら選手になったりとかしますし、なんか価値あと調理とか掃除とかしたりもするので、綺麗になったなとか、まあ、なんか料理とかうまくいったなと自分で思って思います。あ、じゃあお料理とかもこうご自宅でお仕事の一環でされるっていうので、最初から不安とかってなかったですか？ありましたね。人に食べさせるものみたいな感じだったんで全然、まあでもその最初に配属されたところが良かったんで、調理がもうからきしですって話をしたら、なんかこう結構一緒に連れて行ってもらって、なんかこんだけしてたらまあちゃんとしたものになるよみたいなものとか教えてもらったんで、そうですね、最初の配属先が本当に良かったな。今の先輩と一緒に。そうですね、百ちゃん、働く上でこう大切にしていることで何かありますか？そうですね、入社するのも第一期なんですけど、一応自分の体が壊れてしまうと、まあ、その何もできなくなってしまうので、その訪問した先で倒れたりしても入社さんにもご迷惑かかるので、自分の体
調面ですね。しんどくなったら好きなことをするとか、しっかり寝るとか、そういう自分の体を大事にして、できればヘルパーさんとかも無理のないように運営してほしいなと。はい、いろんなところに行くからこの時期ね、心配ですよね。そうですね、そうですね。もう外出されない方とかもおられるので、もう持ってくるとしては自分たちだったりするので、次なんですけれども、職場環境とか人間関係とかってどういうふうに感じられてますか？その施設とは違ってこう個人個人で結構動いてるっていうのもあって、あんまりそのずっと四六時中いるってことが少ないのでなんですけど、一緒に今働いてくれてる社員の方はすごいいつも気も回ってすごい経験豊富な方で、よく勉強してて。サービスもらった時に、その人の空き時間とか希望の時間、その働く側の人と、その来てほしい側の方と合致するとこを選んで、それをもう週の曜日でも固定するので、基本的にも曜日で同じ人が来るっていう形をとってますね。百ちゃん、今後の目標とか何かあれば、はい、お伺いできればと思うんですけど。そうですね、とりあえずこの加古川にしっかり来たのが先月の中頃で、加古川として始まるのが来月からなので、今月じゃないです、すみません、今月の中頃に来て来月から始まるので、駅近っていうのもあって、なんか働いてくださる方が、ちょっとちょい増えたら、またいろんな地域に協力できるかなと思うので、人材確保して、もう少し安定した事業所になったらなと思います。はい。本当に行ったらめちゃめちゃ一緒に。めちゃめちゃ近い。めちゃめちゃ便利になりました。ね、ちょっとでも増えると。そうですね、ここだったら増えそうな感じしますけどね。そうなんだ。どうでしょうね。駅も大きい駅だから、ね、いろいろ、ね、回り回りますし、ね、そうですね、いろいろあるので、はい、はい、じゃあありがとうございました。